Radio Sakamoto. Radio Sakamoto. On 81.3 J-Wave.J-Wave レディオ坂本。ここからは病気療養中の坂本龍一さんに代わって、僕、ユザーンと、長島理香子。そして、蓮沼修太の3人でお届けしていきます。今回もいつも通り全員、リモートでの審査になってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。2月16日に、蓮沼修太と僕のアルバムグッドニュースが出たばかりなんですけれども、長島理香子さんにアートワークの担当してもらって、この3人でアルバムを出したって感じですね。3人で？そうだね。光栄です。もし今度ユザーンとアルバムが出すときには、もうあれだね、長島理香子さんもアーティスト名に入ってもらって、3人の連名で出したいぐらいですね。なんかそこまで言ってもらって次違うデザイナーの人だったらちょっと悲しい。全部インストのアルバムなんですよね、はい、歌が入っていない。そうです。4月15日にビルボードライブ東京でレコ発があると、あと4月8日にビルボードライブ大阪であるんですよね。そうですね、大阪と東京でぜひ来てもらえたら嬉しいなと思います。お願いします。さて今回もレディオ坂本のオーディションは、世界中の音楽配信ストアから音楽を配信する音楽配信代行サービスビッグアップとコラボレーションしています。音楽作品に関してはビッグアップからのエントリーを審査しています。フィールドレコーディング音楽はこれまでと同じ送り方でも大丈夫です。審査を通過した優秀作品にはビッグアップの配信利用料が無料になるクーポンをプレゼントするそうです。詳しくはレディオ坂本のホームページ、オーディションのページをチェックしてください。じゃあ早速デモテープオーディション優秀作の発表していきましょうか。500作品応募いただいてるらしいですよ。すごい数ですね。すごい。とんでもないですね。やっぱり応募作品が増えてるからすごくいい作品も増えてますよね。本当ですよね。驚くほどいいやつとか、何かもうちょっと選んでおきたいものとかありますか？ビッグアップになってから、はい、割とポップスだったり R&B というかビートが強い音楽もたくさん増えていいなと思いつつ、はい、割と多かった環境音楽的なアプローチだったりフィールドレコーディング曲とかももっと聞きたいなと思ったりもして、はい、水野さんとかの YouTube に上げてくださってるリンコンパーク、はい、もうすごい気持ちよく聴けたなっていう思いがありました。そうですね、うん、今まで送られてきていたような作品も聴いてみたいところもありますね。ちょっとガラッといろんなものが変わってますもんね、ビッグアップになってから、うん、それはそれですごい面白いんですけどね。すごくもうこのままどこに出しても大丈夫なぐらいきちんとミックスが施されているものっていうのが多くなりましたよね。うん、はい。というわけで J-WAVE レディオ坂本デモテープオーディションコーナーはここでおしまいです。レディオ坂本 On 81.3 J-WAVE。